いや、最近無重商品なかなか商品いいよなーこの前買ったボトムスも良かったし、アウターも良かったんだけど、今回は結構 T シャツが良くてですね、皆さん3枚購入してしまいました。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、最近ですね、ちょっと僕の動画の中でも頻度高くご紹介することが増えてきた無重視良品ですね。こちらの新作の T シャツが、 なかなか良かったので、フライド立ち寄った時にですね、まとめて3枚買ってしまったので、今回の動画で全力で解説をしていきたいなと思います。ちょっと1枚だけですね、出してみたいと思うんですけども、こちらの商品ですね。はい、商品名はですね、量感 UV カットワイド半袖 T シャツというものになってまして、価格は税込みで2990円のアイテムになっています。これがですね、なかなか仕上がりが良かったんですね。無重良用品といえば、 結構どのアイテムもサイズ感はジャストサイズで割とこうベーシックなものが多い印象だったんですがここ最近はボトムスにしてもアウターにしてもちょっとゆったりめのものも選択肢の一部として加わってきてるわけなんですがその中でも今回はこちらの T シャツですねワイド半袖 T シャツという名前の通り最初から結構ゆとりがあって 無重視らしくないなという印象の T シャツなんですね。で、このようなシルエットを見ると、ある名作がですね、頭には思い浮かぶと思うんですね。まあ皆さんもご存知の通り、ユニクロ U のオーバーサイズクルーネック T シャツですね。あれがですね、もう大定番で、結構夏になると、いろんな方が着てるんですね。もうですね、リリースされて数年経っていて、いろんなですね、ファッション系の YouTuber、インフルエンサーの方がですね、こぞって紹介しているので、その効果も あってかか非常にでですね街で見かける機会も増えました、まあ、その流れを組むようなワイド感のある T シャツでなおかつですね、無印良品らしいオーガニックコットンを使って作っているのはこちらのアイテムになっています。価格はユニクロよりもちょっと高くはなるんですが僕が注目しているのはいくつかポイントがあるんですけどもカラーバリエーションの豊富さそしてその色合いがですね、かなり仕上がりがいいのでまたユニクロにはない魅力があるようなそんな仕上がりになっている かなと思います今回の動画では3種類ですね、それぞれ買ったものをご紹介しながら、まあ、どのような色味の特徴だとか、デザインの特徴があるのか、まあ、そしてユニークオとの違いも含めて徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで実際に来ていましたかいかがでしょうかまあ、かなり仕上がりがいいんじゃないでしょうかちょっと一周回ってみますね。こんな感じです。 結構ですね、ゆったりめのデザインになってるんですが、僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですけども、今着てるものは S サイズになります。正直サイズに関しては結構迷いました。ですので今回は3つですね、T シャツ買ったわけなんですけども、S サイズとその1個上の M サイズ、それぞれ買いましたので、その違いなんかも見ていただきたいなと思ってるんですが、まあ、ベースのデザインが本来の無印良品らしいですね、ジャストサイズではなくて、ちょっとゆ ゆっためになっているんですねまあ、袖丈も長いし身幅もしっかりとありますまあ、着丈に関しては長すぎないのでこのあたりバランスがですね非常にいい T シャツになっているかなと思いますがまあ、通常通りのサイズ感を選んでいただければちゃんとですね今っぽい 超ゆるサイズというところが実現できるので、そのあたりがすごく使い勝手のいいポイントかなと思います。一方で、もうちょっとトレンド感高めたかったら、ワンサイズアップしてもいいかなと思うんですが、まあ、すごくですね、最初から本当にこう、セレクトショップのオリジナルのような、今っぽいサイズ感に仕上がっているので、このあたりはかなり仕上がりがいいんじゃないのかなと思っています。で、先ほどもお伝えしましたが、この T シャツ、すごいですね、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツと、 近しいアイテムだと思うんですね。で、サイズ感も結構体感的にはすごい近いんですけども、数値を見てみると、身幅だとか着丈に関しては、 この無重視良品の T シャツの方が本当に若干なんですけども、緩めなサイズ感になっています。ただですね、雪丈ですね、ここの袖の長さなんかに関しては、ちょっとだけ無重視良品の方が短めになってるんですね。まあ、体感としてもユニコの方がやや長かったかなという感じがするので、そのあたりを考えると、割とですね、 ちょっとゆったりめではあるんですけど、それが長すぎないというところでは、割とですね、多くの男性に似合いやすいような、そんなシルエットに仕上がってるかなと思います。そして、素材の質感なんですが、こちら、オーガニックコットンを使っていまして、表面のですね、滑らかさだとか、あとは質感の良さですね。まあ、程よく光沢感があって、上品に見えるというところも、めちゃくちゃいい仕上がりになっています。 そしてデザイン的なポイントなんですが、ユニクロ U の T シャツに関しては、本当にシンプルな仕上がりになっているんですが、無印の T シャツはここ。 胸ポケットはついてるんですね。ここは僕にとっては最大の違いになってくるかなと思ってまして、というのもユニクロ U の T シャツを解説する時にもですね、僕は散々言ってきたんですが、ポケットあった方が嬉しいなっていうふうにですね、ずっと思ってきたわけなんですね。このポケットがあることでデザイン的なアクセントになるのと、ちょっとした小物を入れるにもすごく便利で、実は今ですね、こちらにサングラスといいますか、まあメガネを入れているんですね。このような夏に欠かせない アイテムをちょっと入れておくにはこういったポケットが付いてた方が個人的にはありがたいんですねなのでユニクロの T シャツではないようなところをうまく取り入れてきたなというところでこのあたりはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますそしてもう一つですね大切なポイントなんですがカラーバリエーションですねここがものすごく重要になってくるわけですねもちろん白とか黒みたいなオーソドックスな色であればほぼ変わらないですポケットが付いてるかどうか の違いぐらいなのかなとは思うんですがその他のカラーですねここにブランドの特徴だとか違いが大きく出るところかなと思うんですが無重視料品のカラーリングってちょっとこう今っぽいというよりはなんかこう自然な感じと言いますか 木を照らわないような安心感があるような色合いで、すごくいいんだけど、なんかそんなにエッジも効いてないし、なんかファッションが好きな方からすると、なんだろうな、これと言って欲しいものがないっていうところが、結構正直なところなんですね。無重視用品の方、見ていたら申し訳ありません。それが率直な感想なんですが、 この T シャツのカラーバリエーションはめちゃくちゃ良かったです。まあ白とか黒はもちろんあるんですけども、それ以外のカラーリングがすごい良くて、このあたりは結構ユニクロと比較しても結構無印の方が好きという方もいるんじゃないのかなと思っています。僕が今着ているのはスモーキーブルーというカラーなんですが、この色もうめちゃくちゃ良いです。まあ今回無印用品のカラーバリエーションたくさんある T シャツの中で、これが一番好きかなというところですね。実はこのようなちょっと ブルーの中でもネイビーほど暗くなくて少し明るめのブルーですね。だけどくすみ感のあるようなものって結構セレクトショップのオリジナルとかでもやっていて、まあ僕は数年前にユナイテッドローズでかなり似たような色合いのものを買いました。それとすごく近しい色合いで結構セレクトショップのオリジナルとかでやってそうな曖昧な色使いというところをですね、結構やってくれてるので、これは高見えします。 決して3000円には見えないような仕上がりなので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、このスモーキーブルーは要チェックしていただきたいなと思っています。まあ、T シャツってやっぱりこう単品で使うことも多いし、夏場の主役アイテムなので、白とか黒もいいんだけど、それだとちょっと地味に見えるなとか、退屈な感じがするなという時には、このようなちょっとスモーキーなブルーなんかは、めちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもお勧めしたいカラーかなと思っています。まあ、その他にも良い色がいくつかあったので、ちょっと気 えながらですねバリエーションをお見せしてみたいと思いますはい続いて2枚目の t シャツに着替えてみましたこちらはミディアムグレーというカラーになるんですが この色はですね、個人的に今回買った3色の中で一番使いそうだと思っています。まあ、なんだかんだで僕は結構モノトーン系の服が好きだったりするので、まあ、このようなちょっとミディアムグレーみたいなカラーは1枚あったら間違いなく使ってくるかなと思います。ちなみに先ほどは S サイズを着ていましたが、今回は M サイズにしてみました。どうでしょうか全体的にちょっとゆったりめになりますが、ちょっとですね、2つを比較すると僕はですね、個人的には1サイズ上げた M サイズぐらい の方がしっくりきますただ一般的にはそんなにゆるすぎるものが好きじゃない方もいらっしゃると思うんですねそういう場合にはいつものサイズでいいと思うので身長164センチ53キロの僕では s でいいと思うんですがトレンド感どれぐらい取り入れたかによってサイズ選びはですね変えてみるのもいいかなと思いますまあ、これぐらいがですね1枚できた時にも少しトレンド感があってすごくいいバランスかなと思うので、まあ、そのあたり一つサイズは参考にしていただきたいなと思っていますで先ほどお伝えした中 あったんですが内側はですね触るとわかるんですがちょっとひんやりとするんですね接触冷感機能がついていまして今撮影している段階だとちょっと肌に触れると肌寒いぐらいの感じなんですが夏場に着るとかなり気持ちのいいようなそんな肌触りかなと思いますまあ、このあたりの機能性は結構ユニクロと近しい部分があるかなと思うんですがカラーですねまあ、ユニクロのダークグレーっぽい色合いもめちゃくちゃ良くてこのあたりは正直ですねコーつ,つけがたい点かなと思うんですが、まあ まそこにですね、ポケットですね。これがついてくれることのですね、メリットはものすごくあるかなと思います。一方でユニクロは価格的にはもうちょっと抑えめなので、そのあたりに優位性があったりだとか、袖がちょっと長いことで、さらにですね、トレンド感っていうのは強まるかなと思うので、そのあたりの違いは出てくるのかなと思っています。まあ、このようなグレー系の T シャツだったら、下はですね、もちろんブラック系のパンツも合いますし、それ以外ですね、ホワイトのパンツなんかを履いて、コントラストの高いような着こなしをしてもよかった あったりするのでこのグレーもですねなかなか良い仕上がりになっているのかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思いますそして最後もう1枚買ったものがあるのでそれに最後着替えてみたいと思います はい、続いて3枚目のカラーですね。こちら着替えていましたが、いかがでしょうかちょっとグリーン系の色合いなんですけども、こちらがですね、スモーキーグリーンというですね、色合いになってるんですが、結構今回のですね、色合い、スモーキーとつくものが多いんですが、僕ら世代がスモーキーと聞くとですね、コメクラブのですね、カールスモーキー石井さんを思い出すわけなんですが、まあそんなことはさておきですね、なかなかこの色合いもですね、仕上がりがいいんじゃないのかなと思います。少しくすみ感のあるグリーンなんですけども、 これまたですね、セレクトショップのオリジナルとかで置いてありそうな、そんなですね、曖昧な色使いがですね、かなり仕上がりがいいんじゃないのかなと思っています。まあちなみにこちらは S サイズを着てみましたが、まあこれぐらいがですね、一般的には使いやすいかなと思いますし、やっぱり個人的にはワンサイズ上ぐらいの方がしっくりきたなという感じはしています。まあ物によってサイズ変えるとかもいいかなと思ってまして、結構グレーとかブラックだとかホワイトのようなベーシックなカラーだと結構色のアクセントとしてはあまりないので、 で、そういったものはちょっとサイズ感を大きくしてトレンド感を強めに出して先ほどのスモーキーブルーだとかこちらのスモーキーグリーンのようなまあ色自体に少しアクセントがあるものはサイズ感はあえて大きくしないで通常のサイズを選ぶというのも一つの選択肢かなと思っていますまあ、ボトムスを僕ブラック選ぶことが多かったりするのでまあそういった時にですね T シャツの色に華やかさがあると少しですね夏の着こなしが楽しくなるかなと思うのでこのカラーも結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますまあ、その他にもいろんな カラーがありまして、ホワイト系ブラック、このあたりは鉄板なんですが、あとはライトグレーですね。まあ、こちらに画像がありますけども、このような色も、ホワイトにはない少しですね、グレッシュな雰囲気が、かなり使い勝手がいいかなと思います。本当に3色買いましたが、これでも絞ったぐらいなので、ぜひ皆さんのライフスタイルだとか、好みに合う色を選んでもらいたいなと思うんですが、ベースのデザインが良くて、なおかつ素材感もいいし、ポケットもついていて、かなりバランスのいい仕上がりになってますので、 まずは一色買ってみて、よかったらですね、二色目、三色目とですね、増やしてもらうと、夏の着こなし、シンプルになりがちな T シャツのスタイルもかなり楽しめるのかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。 いやー、それにしてもなかなか良かったですね。無印良品の T シャツ。皆さんいかがでしたでしょうかまあ先日からですね、ご紹介した通り、結構無印良品の中でも、これまでにはないようなトレンド感があるんだけども、これまでの無印の世界観ですね。ここを損なわないようなバランスのいいものが、ちょこっとずつ増えてきたかなという印象があります。とは言っても、やっぱりですね、お店に行けば、まだまだこれまでの無印らしい商品の方が圧倒的に多いんですね。その中からしっかりめに探してみると、結構今回の ような名作があったりすするのでで今後もですねこののようななものが見つかっったたらすすぐにに動画で皆さんにご紹介をしていきたいなと思っていいいきと思ますこれはどこのショップも同じなんですけども置いてあるものの全てがいいお店なんていうのはまずないわけですねどんなに高級なお店でもどんなにセンスのいいお店であってもたくさんのお店の中から本当に買うべきものっていうのはかなり絞られると思うんですがそういったものをですねこれからもどんどん掘り起こして皆さんにですね全力で解説をしていきたいなと思っていますので今後の無印商品の動画も ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなか取り扱わないセレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、あとはまる専門ブランドだとか、まあ、このようなちょっとですね、中級者に向けた内容に関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、週に1本のですね、ライブ配信をや 先日ですね、無料版の YouTube でもですね、ライブ配信をやりましたが、あんな感じでですね、週に1回皆さんと交流しながら、ワイワイと動画作ってますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンっていうものもやっています。こちらの方では、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムをですね、リアルタイムでガンガン出しています。僕もですね、毎日投稿してますし、僕以外のスタイリストですとか、専門家の方も も記事を書いてくださっていますまた参加者の皆さんもですね気軽に記事をアップすることができておしゃれが好きな大人世代が集まって楽しめるようなコミュニティになってますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに